はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はウイスキーです。ホワイト&マッカイ。というウイスキーですね。はい。ライオンのマークのね、スコッチウイスキーです。容量が 700ml でアルコール度数が40度。これなんか昔43度だったか、だったらしいんですが、度数が下がりました。なんか、それで味がだいぶ変わったとか変わんないとか、いうのは聞いたことがあります。まあ、どうなのかは知れません。なんか、2ちゃんの、スレだと、確かホワイト&マッカイの43度は、かなり評価されてたみたいですけど、多分40度になってから大して、みたいですね。値段が1200円ぐらいかな。です。それでは乾杯。あ、これはスコッチらしいスコッチ。甘さよりなんかスパイシーさが勝ってる感じですね。コクはそんなないです。このホワイトマッカイは、ダブルマリッジ製法という非常に珍しいらしいです。モルトとグレーンが完璧に混ざり合うように、なんか、2回行うダブルマリッジという手間のかかる方法を採用した。らしいです。ちなみにこのホワイトマッカイは13年もあるし、19年もあるし、22年もあるし、30年もあるみたいですね。結構。でもこれは、アルコールのツンとした味はそんなに感じなくて、飲みやすいですね。スコッチにしてはかなり飲みやすい方だと思いますが。ただ、ちょっと薄い感じはしますね。コクがあまりない。
コクがないことが若干気になる。うん、深みがない。マスターブレンダーのリチャード・パターソン氏によると、少量の水を加えて38度くらいのアルコール度にして飲むのがベストらしいです。まあ、といってもここら辺に水はないんですね。まあいいや。あとで、今度やってみよう。ホワイト&マッカー。ダブルマリッジ。5熱工程を、モルト同時のブレンド時点と、グレーンとのブレンド後の2回に分けて行うダブルマリッジ法で有名な1本ですと。ここに、ダブルマリッジブレンドって書いてありますね。ここにね。なるほど。これは一般的にちょっとわかんないけど、まあ、甘くない部類ですね。甘さが結構弱めの。ただその代わり、まあ、弱いって言っても、まあ、普通ぐらいか。香りはそれなりに強いですね。で、スコッチで、なんですが、かなりまろやかで、なんか、ちょっと、かなりまろやかな、口当たりがね。これロックだな、これは。個人的に。ちょっと薄い。薄いっていうか味が、なんかね。なんかもうちょっとガツっていうか、コクがやっぱ、ない、かなぁ。ちょっとコクがない気がするね。よいしょ。よいしょ。あ、今日、そういえば、あれでしたね。ボーナス、出ました。コクがない。今日ボーナス出たんで、まあ何か買おうかなと思ったんですけど、まあ別にいいか。そんなにポンポン買ってもね、消費しきれるもんでもないんでね。消費しきれるもんでもないからな。買うだけ。飲まねばな。しかもそろそろ、来週、あれがあるんで、健康診断がある。去年は何もなかったですけどね。はい、2343です。ご視聴ありがとうございました。